はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は購入品を紹介したいと思います。すごい溜まってしまって、ダイソーとビバレンの購入品です。ダイソーはちょっと数日分でまとめ、小分けして買ってるので、ちょっと一気に紹介しますが、はい、ちょっとどんどん行きたいと思います。まずは、メイク落とし、キキララちゃんのものを買って、でそれに合わせてこちらのケースを買いました。キキララちゃん、行った店舗でラスイチだったので迷わず購入しました。まあメイク落とし入れじゃなくても違うのに使えるかなと思ったので買いました。あとはメイク落としシートの蓋ということでこちらを使いました。そしてちょっとメイクものなんですけど、クリアマスカラとボリュームマスカラを買いました。そして、こちらちょっと250円商品なんですが、こちらのボディミスト買いました。結構、Twitter とか Facebook で結構上がっていて、まあ、このフラミンゴが可愛かったっていうのもあるんですが、こちらをちょっと買ってきました。そして、カラーボールチェーンピンクとブルーですね、買いました。そして、レジン液ハード、2つストックで買いました。そして、2袋目。これが2回目の買い物ですね。こちら、ガールストレンド研究所とコラボのペンケース。こちらは、レジンのパーツのケースに使おうと思って買ってきました。そして、新商品のこちらですね。デコレーションの、ネイルパーツのスター&ハートと、ブリーン&ビーズ。こちらと、シェルを買ってきました。こちら行った店舗では、クラッシュフォロがなくて、まあ、後で出てくるんですけど、はい。ちょっと、そのクラッシュフォロだけは買えなくて、ちょっと、ツイッターにあげたなと思いました。そして、ネイルシーアートシール。お花柄ですね。ウォーターフラワー。そして、エスパーのハンドクリーム。桜の香りっていうことで、あんまりないなと思ったので、ちょっと試しにと思って買ってきました。そして今レビューで上がってる、よく、こちらは、リップか。カラーリップですね。はい、ピンクとオレンジを買ってきました。もう、この2色しかなくて、私グロスはあまり使わないので、こちらのリップタイプを買ってきました。グロスも何種類かあったんですけど、使わないのでグロス。はい。で、3日目分。これは今日買ってきました。まず、レースデコテープホワイト。そして、うちのリピ買いのブラック綿棒ですね。黒綿棒。これね、めっちゃ好きなんですよ。なんか、取れたなって気がしてならないので、買ってきました。そして、マイメロちゃんのキャリーケースカバー。まあ、これはキャリーケースに使うんじゃなくて、うちはちょっと、もう使わなくなったベビーカーを、ちょっとお友達にあげるので、お掃除してちょっとこれにかけて渡そうかなと思って買ってきました。で、こちら、マスキングテープ、グリーンコラージュ。じゃあ、ピンクタイプのものはも、以前購入したことがあるんですが、グリーンタイプちょっと買ってなかったので、はい、こちらを買ってみました。そして、こちら、貼るだけ隙間テープ。こちら前、キキララちゃんのものを買ったんですけど、今回ちょっとマイメロちゃんにしてみました。そして、こちら、洋型封筒20枚入りピンクのものを一つ買いました。こちらは、お裾分けファイルに使います。そしてシール。はい。ちょっとすごい可愛い感じの売ってたので買ってきました。そしてこちら、ギフトラッピングの、フロストペーパーフラットバッグ6枚入り。はい。こちら3色入っています。こちらは、ちょっと息子の家庭訪問があって、先生の、渡す、ちょっとお菓子を少し詰め合わせて入れたいなと思って買ってきました。
で、最後に、こちら、前回の店舗で買えなかった、クラッシュホロ買いました。めっちゃ嬉しいですね。そう、ちょっとこの緑とか、青系、発色がまたセリアさんと違う発色で、ちょっと個人的にこっちの色が、ちょっと気になったので買ってきました。ということで、以上が、ダイソー商品になります。そして、ビバレーが、ほんと、ちょっとです。ラブライブサンシャインの、コラボ、1000円以上買うと、2点買うと、1枚カードがもらえるので、とりあえず、ようちゃんとまるちゃんの、ボールペンと、これは別で、まあ、娘が使いたいって言ったので、まるちゃんのノートと、下敷き。ついてるやつを買いました。そして、カード全種類あって、選んでいいですよっていうことで、こちらを選んできました。婚約の衣装みんな可愛かったんですけど、このようちゃんがね、素敵だったので、こちらをいただいてきました。そして最後なんですけど、こちら、ディズニーのフェイスパック。可愛くないですか？アリエルと、ちょっとアリスをとりあえず買ってきました。あと、ジャスミンとかベルとかあったんですけど、このなんかパッケージがめっちゃ可愛くて、ちょっとこれ一目惚れで買ってきました。ということでですね、以上で購入品紹介は以上になります。ということで、ささっとの紹介だったんですけども、最後までご視聴していただきありがとうございました。